撮った。よっしゃ。撮り出しですね。ああ、昨日がまあでも、11月一番忙しい一日なのかもね。10時ぐらいに行って、帰ったの11時過ぎやもんね。いやあ、働いてる。いや、まあでもライブの動員は、もう昼は、何人だ？昼はほぼほぼ埋まりましたね。で、ちょっとごめん、乾がまだ対応できてない人もいるんですけど、ちょっと問い合わせがあったんですよ。あれ、なんかちょっと昼追加予約したけど、大丈夫ですかみたいな。ごめんなさいね、ちょっとシステム上、愛媛で演劇をやってるとですね、せっかく予約してくれて、あ、よし、さらに昼もって追加予約っていうのはあまり長かったんですよ。今回多いのよ。一回予約して、楽しそうだから昼もみたいな、多いの。で、ちょっとそこでシステムがもたついてるのは事実ですが、予約は完全に完了してます。ので、今日そこをまとめて、乾がもうシステムでやってたんだけど人力で対応するそうなんで、でそれも含めて今114人だから、おーおー、あと少しだ、あと少しで満席です。いや、すごい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 、めっちゃすごい。その熱のね、まあまあ、もうその熱より何割もアップですよ。ありがたいことに。ということで、忙しいながらも動画を撮っていきますと。今日は手帳系 YouTuber の In My Bag です。昨日、まあちょっとサブチャンでやったこのカバンは割愛します。はい。これはまあありますし、まあこう、基本的にこれだけで行動することも多いんですよ。うわー、ほんと色も変わってきたし、なのに自立する。いいですね。仕事用のカバンです、今の。三越で売ってあったから買った。1万円ぐらい、1万は超えるかなぐらいのやつ。まあなんかこれも買った時の動画も出したと思うんですけど、なかなか洗練されてきたんで、ちょっとそこら辺をね、解説していきますね。まずここ、エコバッグが入ってます。普段。はい。ちょっと今ロカボ中なんで、ちょっとこれガチャガチャ入ってるんで、さっき使ってきました。ここにスポッて入ってます。で、ここにですね、これ、ちっちゃいスマホスタンド。まあオンラインとかだし、ちょっとショートみたいなの撮りたいなと外で思ってるとかに使えるかなみたいな。へえ、コンめっパちクト。ゃくちゃ使いづらいです。後悔してます。はい。どこで買ったんですか？なんか電気屋でちょっとあって、とりあえず買おうかな。で1000円ぐらいしたんですけど、結局1回も使ってないですね。すオごンラインで使った、オンラインでこうちょっと使えたかなぐらいで、ちょっとショートの撮影とかにはもう果てしなく無理ですね。へえ、何が足りないですか？可動域、もう絶望的に手帳取れませんし、はい。これはまあオンラインとかでこうちょっとやるみたいな、これ、はい、あ、どうもみたいな、とはインスタライブぐらいならいいんじゃないですかってレベル。はい。で、ここにね、鍵がね、ついてたんですけど、ついてません。今ここにつけてるんで。なんでこれ、なんかちょっと使い方募集中って感じですね、自分の中で。ただのプランプランです。で、ここに最終防衛ラインノート、ロルバン、これまあ結構使い込んでるけど、意外と便利なんよ。人にメモ渡す時とか、紙とペン持ってない人とかにちょっと貸したりとかもあるし、で手帳とか忘れる時とか、個別で、こうね、カードみたいに使いたい時とかに使うやつですね。まあこれだけになっちゃいました、ここは。で、こうでエコバッグ、次こっち。そう、これね、両方あるが面白いよね。で、あ、これ買ったけど、なんで買ったのかわからない、この透明杯の嘘。買った？ガチャとかじゃなガくチャて？ガチャガチャ。ガチャ。まあなんか一応入れてました。はい。で、薬袋ですね。あ、ちょっと鼻炎がとかっていう時とか、目が痒くなった時、アレルギーのが出た時とか、はい。そういう常備薬があります。はい。こんだけですね、ここはもう今。だから逆に言ったら、ちょっとこう入れとくとかできるんで、ここら辺結構広いのよ、街があって。ちっちゃいんだけど、意外と入るっていうのが最近発見されました。さあ、いよいよ手帳が出てきます。でもさっきもノート出てきたけど。ああ、本当や。まず今ちょっと稽古中なんで、
喉やった時のためになんか喉ストレートっていう薬があって、はい、まあ成分的にかなり龍角散に近いんですよ。龍角散にちょっと入ってる医薬品みたいな、うん、なんか龍角散よりも安かったから買いました。え、舐めるんですか、なんか注入するんですか。一応水なし服用なんで、もうほんと龍角散ダイレクトと同じ。あー、粉ちょっと龍角散より多いのよ、うん、うん、だからまあ製造方法とは違うんでしょうね。あとメーカーが大手じゃないから多分安い、うん、今回これ使ってます。まあ龍角散ダイレクトでもいいんだけど、経口期間中は必ずかな、うん、はい、毎回やられます。最近は毎回やられてるんで、うん、って感じです、うん、でもうさすがに手帳以外全部出たな、これね。おう、コモンプレス、はい、これめちゃくちゃ便利。うん、うん、あの全世界の人はカバンにコモンプレスを持ち歩くべきだと思う。いや、コモンプレス持ち運ばんでええ人おらんわっていう発想になりました最近。言ってここ何書いたんすか。いや本当にごっちゃごちゃよ。名言だったりメモだったり、あと多少 YouTube のアイデアとかはちょっと枠作って YouTube のアイデア書いたりするけど、基本的にはもうあネットとかね、本とかでおおって思ったことを書いたり、自分のエッセイみたいなの書いたり、自分の感情を書いたりしたのもやってて、これをこの目次のとこ使ってほぼ日やから、うんうんうん、こうああこここれあこのことかはははははって言って見るみたいな。それ画期的ですよね。うん、いやでなんでコモンプレス持ち歩いたらいいかっていうと、まあ、今忙しいじゃないですか、うん、でもここだけの話もう来年のこととかも話が消えるんですよ、うん、とか新しいプロジェクトとかね、うん、もうマジで、うん、で、まあ、結構外にいるのよ今、うん、まあ、家にいてもなんかしてるみたいな、うん、で家にいたら遊んじゃうからやっぱ外でやろうみたいなこともあるから結構外にいるのね、うん、で YouTube どうするんだ話やん。アイディア、うん、間に合わんやん、まあまあ、移動中にアイデア出してないかんのよ、もう隙間時間とかに、うん、やのにアイデアが出るタイミングってそのアイデアが、出さないかん時かどうかなんか分からんやんか、うん、なんで、アイデアが出た時にはもうメモしてコモンプレスに貼っとくんですよ、うん、でこれがカバンに一冊入ってれば、じゃあちょっとコントのアイデア出さないかんなっつったら、まあコントのアイデアは結構まとめて出してるから、こことかをパラパラめくりながら、ものを考えるとすごいはかどることに気づいたね。だ YouTube とかも、まあ、一番作ってるのは YouTube のアイデアとかね、一番追われてるから YouTube って、まあ、そしたらパッと、まあ、あ今日これにしようって思いつかんかったらもうずっとパラパラ見るみたいな。で時間ある時にこれを見るし、時間ある時にこれを増やしておくと、で、まあ、これジャンル別フリーにしてるじゃん、うん、でさっきみたいに YouTube のアイデアをめくる時に別のアイデア見えたりして、でそういう時に限って別のアイデア思いつくのよ。人ってその一つのことに集中できるようにしてるから、うんうん、だからそういう時のためにこれ結構長く喋っちゃったけど、これめちゃくちゃ大事。うん、うん、コモンプレスもうほぼ日本使ったらこうやって面白いし、まあ別にノートでいいのよ。それこそ野鳥でもロールバンでも何でもいいから、もうアイデアをとにかくごったにでいいから詰め込んでおいたものをカバンに入れとくと、時間がある時にその問題解決に役立つかもしれませんよって話かな。はい、はい、で外でのメイン手帳がこれ、クニさん、うん、もう、すごいねこれ。だ雑記帳です基本的に。あ、今日のメモとかもあるし、うん、本当に雑記帳です、うん、もうこれとか11月4日のお休みラジオの記録ですね、うん、お休みラジオでちょっとメモしてたりとかで、今日とかなんかちょっと思ったこととかね、ちょっと暇な時書き出したり、明日の予定とか、うん、あ、蓄光テープ買わないか、ある、まだちょっと見てみます。あるあるか、いや分かんない、まあ、まあまあまあ、あのね、全部剥がれてないけん、いや最後ダイソー走ればダイソーにあるもんね、うん、うん、OK 大丈夫っていうんで雑記帳だけど、これシステム手帳バインダーなんで、まあ、これとかもう大丈夫かな、まあいいや、えダメなの、いや一応稽古日程あんまやめとこうかなと思って、だけどまあこんな感じでちょっと残しとかないかんやつ、後で見返すやろうなと思ったことを入れとくみたいな、うん、ちょっと一昔前のプロッターみたいな使い方をしてますが大きくなった感じ。あ、違う、リンゴはちょっとでかい、リンゴはでかいよかなり。前使ってたプロッターっていうのはバイブルじゃなくて英語、
英語だったりバイブルだったり耳録だったりするけど、あ、まあああいう厳選せないかんやん、うん、だからメモ帳なんやけど厳選して残しとくみたいな使い方をしてるし、うん、クリアファイルとかにこうやってね半分に置いて入れとくとかね結構使うのよ、うん、ちっちゃい書類とかガチャガチャっとでこういうねこことか、うん、もうなんかめっちゃ自分の家みたいにしてる。一つ弱点があるとしたらやっぱ A4 のものを挟むのちょっと不便、うん、あのまあちょっとこれ後から出てくるから。でこれに加えて最近これが復活したんですよ。お、英語、うん、ちょっと勉強してみたいなと思って英語のこう A4 の紙を半分に折ってこれ YouTube の英語の文字起こし、はい、これを使って英語勉強しようっていうのを作って。すごいな、うん、で、まあちょっと英語用コモンプレスでとか勉強用コモンプレスにしようかなと思うけど。どういうことですか？ん？いや、その勉強用コモンプレスっていうのは、いやだから勉強の時に必要なコモンプレスって感じ。自分で勉強であこれ覚えとこうと思ったことを記していく、うん、うん、まあ要点ノートみたいな、うん、っていうことをすると、まあ要点をまとめるっていうのはものすごく頭が良くなるんですよ。これ今日一番大事なポイントかもしれない。インマイバッグ何にも関係ないけど、おお、頭が良くなる方法は要点をまとめることです。でも社会の人はみんな逆だと思ってます。頭のいい人は、要点をまとめるのがうまいと思ってます、うん、頭のいい人は言語化がうまいと思ってます。頭のいい人は図解化がうまいと思ってます。逆です、うん、図解化をしてると言語化をしてると要点をまとめてると頭が良くなるんですよ。うーん、そう、これはねみんなが勘違いしてること。あ、この人頭いいからなんだなって思っちゃうでしょ、うん、違うの、やってるから頭良くなるの。あれ反対に言うとやってないんだな、みんな。やり方が分からないから、うん、勉強でね、僕、俺はもうやっぱりテストの点数取りたい時とかはやっぱ要点まとめるのわざとやるの。ノートまとめとかしよったらもうベラボン時間かかるよ。ノートまとめと要点まとめは何が違うんですか？目的意識と効果が違う。だから要は参考書見てとりあえずこれをノートにまとめようだとなんか身につかない。まあやらないよりマシやけど、うん、やけど、授業を聞いて自分が後から見て分かるようにっていうとか自分にとって分かりやすい言葉で書くみたいなことがやっぱり要点を書くって言ってる。だそういう意味ではノートまとめってのは全然効果あるのよ。頭良くなると思うよ俺。うーん、でも受験の時に、ノートまとめは時間の無駄とか言う。で俺も塾の先生しよって、参考書買ってきたからこれを1ページ目からずっと綺麗にノートを完璧にまとめてやるんですよって言われたらビンタしても止めてた。ビンタはしたことないけどやってる時間ないから。それは期限が決まってるからね、うん、だけど物事を理解する時に要点にまとめるってうん、あのめちゃくちゃ大事。あ、だからノート使わなくてもいいんですか？いいよ。つまりこういうことだよねって頭で考えて要点まとめるでも十分頭は良くなるんだけど、できないからね普通の人。やっぱり図解した方が圧倒的にいいっていうことで、だからまあそのための勉強用コモンプレスにしようかなと。これからあのあれもあるから、あの放送大学もあるから。ああ、忘れてた。うん、もうあれよ、後期始まって1ヶ月半ぐらい経つんよ。間に合うんすか？1ページも触ってない。いつもですか？12月とかかな、テストは。うん、ああそうかそうか、あれがあるけんね、あの前期のあのあれが、中間テスト出さない関係ね。うん、中間テストいつやろう。あ、調べてない。あ、ちょっとごめん、今調べていい？あ、はい、切らんで大丈夫ですか？うん、はい、うん、そっか、店さんまだ卒業はしてないのか。あと少しって感じ。うん、うん、あ、教科書見たら分かるのかもしれんけど、まあ多分忘れちゃいますよね、うん、帰るまでに忘れる。書房さんは頑張ってるからな。そう、そうなのよ。2学期は1月7日ぐらいがあれですよ。1月7日ぐらいからあのウェブ試験があるんですよ。うん、あれ出てこん。これよ、いつもこれやで。でも中間テスト受けてないと受けれんから。その1月にあるやつをってことですか？そう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 、そういう風になっとんよ。それを受けたら卒業試験じゃないけど、いわゆる単位認定試験に行ける。あ、
で今検索してるのは単位認定試験の方。でもそれは1月以降なんじゃないですか。違うよ、だってそれまでに、あ、通信指導か。11月28日、そう、通信指導っていうのを受けないかんのよ。それで、まあ、点数は別にいいんやけど、12月28日書いとるな。え、それを何教科受けないといけないですか、その11月28日。3教科。3教科。これもあと3教科で卒業だから。で、ミスさん的にはそれはいけるんですか。行くよね。で、ここで出てきました。もう一つ入れている自分手帳。そして筆箱。インマイバッグガチガチやってますよ。最近筆箱、今日から持ち始めたのよ。ああ、それはちょっと見ました、ちらっと。そう、筆箱をなんか芸師が持っててさ、はい、清美さんもあかりさんも持っててさ、うん、俺が持ってないのおかしいと思って、うん、私も最近筆箱じゃないけどそれっぽいものは持ち始めました。そう、だから持ってたらやっぱ便利だな、これでな。まあね、うん、いや、すぐ書けるっていうのは大事だけど。あ、写して大丈夫ですと。うん、大丈夫と思う。放送大学史のテスト28日にこう、ね、テストって書いといてと。見ててよかったっすね。ああ、よかった。だって今ここやろ、うん、まあまあ、でも2週間あったらできますよ。うーん、3教科なんでと言ったけど本当かな。でこことか泊まり込みの仕事がなんかあるんやけど。え、本当マジで、ゲロゲロゲロやね、これは、うん、これは割と死ねますね。まあまあ、でもちょっとまた予定を入れていきましょうっていうんで、これ、はい、はい、自分手帳、これがね、あと来年めっちゃ活躍しそうで、うん、要はね、何をしてるかって言ったら、俺結構手帳とかさ、気分によって状況によってコロコロ変えるやんか、はい、で来年も変わるやん、どうせ、うん、っていう時に、でも予定をどっかに絶対書き込んでるってものが一冊あれば、あの別に手帳にしてもそこから書き込んでいけばいいやん、うんうん、けど、この時期からこの時期はここにマンスリー書いた、この時期からこの時期にこのマンスリー書いたってしたら、なんかどこに書いたか分かんなくなるっていうか、めんどくさくなるよ、そもそも。あるある。なんで通年絶対にここには書くっていうのを決めて、その上でコロコロ変えようと。でそれでなるべく薄くて問題なく書けて、でなんならウィークリーまであるよこれって思って、うん、自分手帳にしました。はい、あのほぼ日ビークスよりもあのコンパクトなんですよ。あ、硬くないじゃん、硬くないと結構入りやすいじゃん、とか。あ、ででかさもほぼ日よりちょっと広いんだよ、うん、だから書け心地もいいし、でここら辺のねマス目とかもね、使ってたら地味にやっぱ便利なの、よう計算されとんよ、うん、こことかね地味に便利なんよ。一緒にお酒飲みたいって言ってましたもんね。うん、なんかめちゃめちゃのオタクやと思う、そのこれに関して。あ、人生かけてるよこの人、こういうの好きなんだと思うって思ってるから、なんかね、なんか機会があればね、話聞いてみたいなと思う。でまあこれとかはほら、こうやって台本さ挟んだりとか、うん、英語に折ったら結構いけんのよ、うん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 、これがね、クニさんにはないのよ。クニさんとどうなるんですか、ちなみに。ね、頑張らないかん。頑張る、今は絶対入らん。あ、でこれもしっかり、なんていうかな、まあ、ちょっとこうしていいよ、これもう別に折れちゃっていいからさ。お、英語ノートやったら頑張ったらギリいけるみたいな、だからラテノートがちょうどよくいけるね。ああ、でも今俺雑記帳に使ってるから結構メモリフィルしっかりめに量入れてんじゃん、うん、ってなったら結構しんどい、うん、からクニさん書きよいし、やっぱり使用欲満たすね、満たせるんやけど、でプロッター薄いんよね、うん、だからこれに、これみたいな情報量と、使いやすさ求めるの結構むずいから、うん、だからこれとちょっと併用で一応勉強ノートとか必要なことだけこっちにちょっと抽出して持っていくみたいな、うん、感じにして、でここまだ入れるもん決めてないけど、まあ、なんか入れたくなったりとかさ、ちょっとしたポシェット代わりになったりすると思うね、ここら辺、うん、だからプロッターのこれも入れてちょっと最近持ち歩いてる。クニさんといい感じの黒い手帳ですね。そうなんよ、最近黒ブームだから俺の中で。でこれでまあ言ったらなんていうの、黒、あ、黒いのは、こっちが勉強用でこっちが仕事用みたいな、うん、ですれば、あの
まあ脳みそが分けれるかなみたいな感じですね、うん。まあ、もしかしたらこれをあのでっかいあのロロマの20ミリにするかもしれんよ、うんうんうん、それまだちょっと分かんないけど結構あり得る話だと思う、うん、なんか軌道に乗ったらね使い方が、うん、でもこれがね絶妙にいいのよ。英語サイズよりもねこれが本当にねいろんなカバンや隙間に入るから、うんうん、なんかクニさんは本当に絶妙なサイズマジで。私も一応守りで入れてます、うん、でこれ手帳タイムって時間余んじゃん。でスマホ触らないじゃん手帳してるから、うん、まあ、手帳触りながらスマホで調べてとかもやるけど、うん、まあ、つまり時間があるんで充電ポーチですね。あ最近もうさカフェとかお店でもさコンセントもうあるとこ多いじゃん使ってみたいな。意外とね。でなんなら USB ポートを置いとるとことかもあるんやけどまだまだないとこもあるからこれはいります。はい。でこれ充電器入れ込むの、うんうん、細いんだけど電力めちゃくちゃあってで USB-C ポートもあるし、うーん、まあまあ便利で、まあここあれだね、そのそれ用のやつをシステム手帳みたいになってるからこれ無印のやつ、はい、3種類とこれ便利よ。コンビニ売ってんだけど、あれ US マイクロ USB、 ほんほんほん、USB-C でこれライトニングになるっていう。おまあちょっとね俺あの携帯変えちゃったからライトニングいらないんだけど。そうですね。でもあのオールインワンはかなり便利、うんうんうん、しっかりねテレさんの教えのごとく八の字巻きで入れてます。はい、はい、でこれがだからあのこれでいいんよ基本的に。だからもう入れてないやんか、うん、けど2個同時に行きたい時とかあるわけよ。うん、もうなんか、ま、これも使ってあのスマホとあとアップルウォッチもやっとこうとか、うん、結構ねアップルウォッチが電源切れるほどね外にいることが多くなってきて、あら言うたら朝起きて睡眠の測っとるからつけたままやん、うん、で急いで出たりとかしたらそのまま出ちゃったりするよね。あしたら昼夕方のにかけてくるとやばなるんよ、うん、おおとかっていうことが出てきて結構いるんだよね。うん、だからやっぱこういうのはこれやって別ので充電とか、はい、うん、でもだん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 これ1個じゃどうしようもなくなってきたから、うん、ちゃんとねこれの4つ版持っとんよコン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 って。へ、うん、今そこにはないけど。あそうこれ入らんから。あだから旅行とかそういう時に使うポーチがあるのよ。 あっちにはガシって入ってんやけどちょっとそもうこれそっちにしていかないかんのかなみたいな今は。うん、そうちょっと前まではもう旅行の時はいるやん、ホテルのさコンセントが2個しかなくて、しかもなんかコードの長さ的に微妙にこれ どこで使えねんこれみたいな時になったらこう自分で拡張してブシュブシュさせていかないかんみたいなあるやんか。だからそういう時用のポーチに入ってんだけど最近結構外で作業するからもうカバン軽くなんていうのは言ってらんないんですよね。であとこれも地味に便利よ。あ穴開けるやつ、穴開けパンチ、そこに入れてるんですね。うん、入れる場所がないからここじゃないとは思ってる自分でも、うん、ミニ6でこれミニ5にもできます。5個穴開けたらいいだけだから、うん、油性ペンで線引いてます。右えミニ5用の、あこれ自分で書きました。あそうなんだ、うん、へこれも長さ微妙に違うから真ん中をここに合わせたらぴったりってやつなのこれ、うん、こうしたら英語に切れるんやけど微妙に長さが違う時のとかのためにこれ引いてます。プロッターはちょっとリングから手前になった方がいいからこういう風にね線引いたりとか、もう自分でカスタマイズしようんすね、うん、でクニさんもそうやし、バイブルのサイズを使うからこういう感じで、なんかそれの線と点の位置みたいなだけで動画出してあげたらいいかもですね。あショートでもいいけどそういう工夫をしてますよみたいな。そうそう、あありかもしれんね。真似したくなる人いるかも。うん、でバッグの中には入ってないけど手帳が、うん、シレット、はい、まあロールバーンみたいなミニメモ枠ですね、うん、そうだからこれはなんていうかな、身についてるもんじゃないよ、身につけない手帳カバーみたいな感じかな。身につけないで言ったらこう体につけてる状態というよりはカバンに入れて
外で使うためのものみたいな。うん、どんどん増えていくものが。でこれ、あ、穴開けの紙がこれポロポロ落ちます、気をつけてください。で、え、そこに捨てるもいいけど、最後がこれ書類とか入れるやつ。お、持ってたら便利やん、クリアファイル。うん、1個は入れてますね。でこれ台本、でかい方、でかい方、久しぶり見た。こっち印刷したのをそのまま入れてるって感じですか。そうね、これ、あ、これ一応最終稿のやつかな。ああ、改訂前じゃなくて、うん、序盤の稽古で使った。でここになんか書類入れたりとかして、で家で処理したから今ないけどみたいな感じ、うん、で B5、 おー、ビヨンディングノート、やっぱでっかいアイデアね、書きたい時とかは、うん、やっぱね、これとかも一応コントのアイデアなんや。うん、うん、コンピューターの回路とか、おお、うん、こんな感じやってるんですよ。これもそうやね、けどこれボツネタだ。あら、うん、あ、ボツネタやけん、まあ別に見せてもいいぐらいの勢い。まあやっぱでっかいカバンでやった方がね、あ、チャット GPT とか Google とか、まあまあまあ、なんか今回のライブのね、ああと思ったやろ今、うん、ああこれのことみたいな、うん、うん、そうっていうのが、やっぱでっかいノートっていうのがいると思ってて、で A4 ノートじゃなくて、B5 してるのは、母艦が今クギさんだから、 B5 ノートやったらぴったりなんよ、うん、穴開けパンチで閉じれる、うん、からこれは使うって感じで、最後 iPad ですね。パソコン、まあ古いからさ、もうスペックこっちの方がいいのよ、なんなら、うん、動画編集の速さも、これ動画編集もできるし、うん、まあ、あ、でただこれセルラーモデルじゃないから Wi-Fi モデルやけん、 Wi-Fi があるとこでしか、うん、ただ Wi-Fi があるとこ以外でまあ開けんやん正直、まあ、まあ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 、うん、まあでもセルラーだとね、便利っちゃ便利なんでしょうけど、まあね、ペアリングするの、ペアリングでしたっけ、デザリングか、デザリングするのいちいち、ね、テザやろ、うん、テザリング、うん、めんどくさいなっていうのはある。でもテザリングしたら容量食うけん、やっぱセルラーが一番いいと思うんやけど、でもまだ俺のリズムではいらんかなみたいな。もうちょっと来たらね、データ無制限の携帯の、うん、プランにして生配信いつでもできるよ、ネット環境悪くてもテザで最悪かけるよとかいるかなって感じですね、うん、でこれにキーボード、これに買い替えてからも 4,5 年経つわ。なんか最初の方買い替えてませんでした、結構あの頻繁に壊れて。2年ぐらいで買い替えたんかな、2年、うん、2年ぐらい買い替えて、でも3000円とかやったけん、まあこんなもんかなみたいな。でこれ5000円ぐらいのモデル、あー、グレードアップしたんですね。一応ここら辺でこうできるタッチパッドがあるけど、むちゃくちゃ使いづらい、使ったことはない。あ、うん、けどまあ台本も書けるし、ちょっとしたツイッターとかメール返信もこれで全部できる。うん、うん、で一応このボタンをなんかファンクションでこうってしたら、一応入れとんやけど、携帯、パソコン、そしてこの iPad みたいな感じできて、携帯相手でもこれできるの、小さくしても、うん、で別に原稿書くぐらいだったらこれ別にいらん時あるやん、うん、携帯これ立ててパタ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 ってできる、うん、ので結構ね、外でそういうのやらないかんぐらいになってきたから、うん、そうで、これはこのねポケットがあるんで、ポケットが4つもあるのが地味にでかいよね、ここもでかいし、ここに入れてます。はい、うん、でここがコモンプレス、こんな感じで、クミさんと自分手帳で、ここで、あ、ちょっと待ってよ、やっぱパンパンやな、これでっかいポシェットやな、もうそろそろ、あ、入れ直すのが、うん、なんかありがたいことやけどね。でこれ奥にぶち込んで、どこ、もうめっちゃ普通に奥にぶち込んだ、はい、で勉強ノートはね、そうそう再々取り出さんから、そうそう
一番これ下にこれを入れるだけ決めたよね。重いからですか。うん、まあそういうふうに出す時はあんまないしみたいなで、絶対出すと思ったらこれ立てたりもするんやけど、うんうんうん、立ててもいいかな。でよいしょ、ああこれ薬とかなんかちょっとしたものね、ここなんかね広さが違うよ、こっちの方が入るふいっつって、うん、イエーイ。はい、でそうか筆箱ができた件撮影した方がいいかもね。ふい、うん、いい感じだね、うん、でこの背のところにこいつを入れて、はい、結構ね容量あるんですよ。薄く見えるんですけどね。うん、でも町使ったら、町を全部使ったらちゃんと分厚いです。あ、これここにします。はい、あ、じゃあちょっとなんか本持ってた方がいいんじゃない。はい、はい、こんな感じ。うん、よしですね、はい、いやだ本当コモンプレスです、最近の手帳の俺の中のもう一番のブームは。うーん、時間があって椅子に座ったらこれを取り出す、うん、だそのうちその稽古で気になったこととかも書いていいかなと思ったりもするんやけど、でもそれはちょっと植物的というかタスクとかこれに入れちゃうと違う気がするのよ。普遍的なものを入れる、まあ、だからコモンプレスを入れる、うん、コモンプレスノートブックだからね。でもそのなんかそれをやりたいぐらい便利。うん、うん、まあ、だからコモンプレスとバレッジャーナルがごっちゃになる人も出てくるんやろうなっていうのは感覚あるけど、だからまあでも それはねここにバレッジャーナルというか日常の記録の手帳もうこう母管が完全に完了したから、まあ、これがあればなんとかなるかな。うん、おすすめです。いっちょ、今何分？32分。完璧でしょ。晩ご飯食べる。はい。はい。おつでした。はい。